が、マカツブランドの販売元であるがマカツテイリミテッドは、シンガポールに本店を置く、釣り座を釣り針や専用ウェアなどを中心とした釣り具の企画、販売及び企業投資を行う会社である。2000年創業。元会社となる株式会社が、マカツは釣り座を釣り針を中心とした釣り具を専門に扱う製造会社。1990年からは、 レインウェア、キャップ、サングラス等、釣りで使用するアパレル用品類の製造販売にも進出している。かつてはゴルフクラブも販売していた。社名は創業地の西脇市構えと創業者の藤井重勝の名に由来するもの。創業地のある張間地方は7世紀に張間国と表記されたこともさながら、古くから晩秋張の生産地として知られており、 今日に至るまで釣り針の代表種の一角を占めている。ガマカツの釣り竿の特徴としては、海上釣り堀を除き名前に、ガマが付く例としては、いそもの対象の、が、マイソアユ専用の、が、マイユ系流専用の、が、マ系流などといった具合である。一方、ルアーロッドは、ラグゼシリーズと称している。過去にフライロッド、ウォルトンも取り扱っていたが、 カタログからは姿を消した。ガマカツといえば針が有名であるが、竿の性能も一流並みと目されており、価格帯も概ね中から高級クラスである。一方低価格帯の竿は手薄である。ガマカツの主力製品であり、全国の釣り具店には、ほぼ確実にが、マカ針が置いてある。軽流用の小さな針から、クエ、マグロ、 カジキといった超大物用の針まで手広く取り揃えており、ほとんどの兆候、対象魚のニーズに応えるラインナップを揃えている。国外でも、主にルアーフィッシング用の針として、ガマカス表記で売り出されている。なお、国内でもルアー、フライ用の針では、A 表記を用いている。イメージキャラクターに、千葉慎一を起用し、CM や広告を展開した。 ABC 神戸新聞 NEXT 兵庫県内企業新卒採用情報がまかつありがとうございます